はい、よろしくお願いします。ではですね、今回はちょっとテントウムシ、春に向けてテントウムシをちょっとぷっくりさせた、アートしていこうかなと思います。なんか最近時々インスタで見かけるかなっていう感じですね。多分どなたかが流行らせていらっしゃるんですかねちょっとよくわからない、どなたがされてるのかちょっとわからないんですけれども、まあ、ちょっとそちら参考にさせていただいたり、まあ、お客様でもちょっとテントウムシ描きたいっておっしゃる方が何人かいらっしゃったので、それをちょっと動画にしてみようかなと思います。はい、よろしくお願いします。で、今回はもう私の手にちょっと乗せてみようかなと思います。ごめんなさい、ガッサガサなんですけど、ちょっともう根元ね伸びちゃって1週間ぐらい前、1週間以上ぐらい前につけたやつなんで、ちょっと根元伸びちゃってますけれども、はい、ちょっとこちらで、させていただこうかなと思います。ではちょっと中指にやっていこうかなと思います。で、今まあ中指ちょっとまあ普通にコーティングしてるのでつるっとしてるんですけれども、あのまあジェルの上にジェルなので、このまんま直で書いていってもらっても全然問題はないんですけれども、ちょっと日にちが経ってるし、ちょっともしぷっくりさせるんでね、なんかもしガツッと引っ掛けてポロって取れないかなっていうちょっと不安がある場合は、テントウムシを乗せたいところに少しサンディングを入れてあげてください。傷をですね入れてください。軽くでいいです。これつるっとさせてるよりかはこうやってちょっと多少引っ掛かりがあって、引っ掛かりがあればなんとか持ってくれると思います。はい、ちょっとだけ入れました。じゃあここにテントウムシを乗せていこうかなと思います。で、テントウムシの赤ですね、今回は、ピュアレッドという色を使いたいと思います。で、グレイさんからは赤は結構いろいろ出てると思います。まあ、一番オーソドックスにブライトレッドっていう色がありますね。明るくてちょっと、イエロー寄りの赤かな、ちょっとシュアカっぽい感じ、シュアカまではいかないんですけれども、まあ、このピュアレッドに比べるとシュアカ寄りで、まあこのピュアレッドは、そのブライトレッドに比べるとちょっとブルーよりブルーミよりの赤っていう感じですね。あと他にも、ベリーレッドとか、ブラッディレッドとかクイーンレッドだったかなとか、ワインレッドとか、まあそこら辺になるとちょっとボルドー系だったり、ね、ちょっとワインレッドの紫寄りだったりするので、まあまあブライトレッドかピュアレッドもしくはブラッディレッドあたりがいいかなと、まあお好きな赤で、はい、やっていただければと思います。はい、じゃあ早速ここからですね、テントウムシを描いていきたいと思います。じゃあとりあえず丸く、赤で丸く描きますね。あの位置はどこでもお好きな位置でざっくりとまず描きますね。で、このブラシも太くはないんですけど、アートブラシ太くはないんですけど、ちょっと細かくやっぱりちょっといびつな丸になってるので、私はこれが好きでよく使うんですけど、ブルーシュの706ショートライナーでちょっと細かいところは修正していきます。ごめんなさいね、ちょっと息が止まっちゃって無言になりますけれども、こういう丸って難しいですからね。はい、ちょっとこれで一旦仮硬化しますね。はい、で、頭顔をこのアートブラックでやります。あの普通のブラックでも全然 OK です。私こういうなんか細かめのアートするときは、あのこのやっぱりアートブラックが好きで、アートブラックというかアートカラーシリーズ、アートホワイトとかも好きで、あの操作しやすいんですよ。にじまないし流れないし、ということで、で、まあ、ちょっと一旦やりますね。ちょっと頭を描きます。
とりあえずこんな感じで。この時別に色ムラがあっても OK です。はい、とりあえず固めます。なぜかというと、ちょっとめんどくさいやり方を今回しようかなと思うんですけど、まあ普通もし簡単にって言ったらおかしいんですけど、普通に今、フラットな状態で描いて赤も二度塗りして、黒でもうちょっとしっかり描いて、テントウムシの点々星も描いて、最後の最後スカルプチュアジェルでぷっくりさせるっていうのが一番楽というか簡単なんですけど、あえてちょっとややこしいやり方をしようかなっていうのはちょっとリアルにしたいなって思ったので、今は下書きみたいな感じです。今やったのは下書きだと思ってください。で、はい、硬化しましたね。今これ下書きだと思ってください。で、こっからまだ模様とかは描かずに、先にぷっくりさせちゃいます。ぷっくりさせてからのまた上からちょっと色を塗るっていう感じにしたいと思います。はい。で、なぜスカルプチュアジェルかっていうと、クリアジェルとか、他にも結構あるんですけど、別にハードジェルでもいいです。スーパーハードジェルっていうのもあるんですけど、ただスーパーハードジェルはね、アセトンに反応しないので、オフするときはしっかり削り落とすっていう感じですね。スカルプチュアジェルは硬いんだけれども、ちゃんとアセトンでオフできる、リムーバーでオフできるもので、粘度もそれなりにあるので流れにくい。ただクリアジェルはちょっと、スカルプチュアジェルに比べると柔らかめなので、早くしないとちょっと流れてしまう、形が崩れてしまうっていう可能性があるので、クリアよりスカルプチュアジェルがおすすめです。はい。で、一番硬いのでビジュージェルっていうのがあるんですけど、ビジュージェルは硬すぎるので、あれは操作ほぼできない。ビジュージェルっていうだけあって、大きいパーツとかね、ストーンとかね、ああいうのが流れずに固定できるっていうジェルになってますので、あれでちょっと操作するのは難しいというよりができないと思うので、一番ベストおすすめはスカルプチュアジェルですね。はい。で、今赤と黒で描いたところにこのスカルプチュアジェルをのせます。ちょっと外がうるさいですけど、で、ちょっとしっかりギリギリまで、で、ちょっともうちょっと高さ欲しいので、もうちょっと塗布量をね、乗せます。なりましたよね。このしっかりキワキワまで、はい。で、これで硬化させますね。で、またごめんなさい、色を塗ったり、模様を描いたりしていきたいと思います。なのでちょっとめんどくさいですよね。で、最後の最後にはワイプレストップでコーティングするっていう感じですね。なので一旦今のぷっくりさせたのを固めまして、今から絵をというか色付けをしていきたいと思います。ではまず赤で塗っていきますね。なるべくはみ出さないように。でも最初からも私はこのアート筆というかライナー筆を使っています。
感じですね。はい、で一度赤を固めますね。で、まあ、ある程度仮硬化で大丈夫です。最後の最後にしっかり固めれば大丈夫なので、次今度ギアー、ごめんなさい、失礼いたしました、アートブラックでごめんなさい、よいしょ、顔を描いていきます。顔というか黒い部分をねちょっと描いていきますね。でこの黒い部分はもうちょっとこっちにもあるんですね。なのでちょっと赤い部分もかぶって、触覚なのかな、あれ口なのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、で先に足を描いていきましょうかね。ちょっと足主張がすごすぎたかな。足なくていっか。足あると気持ち悪いですね。可愛い方がいいですもんね。どうしようかな。失敗もありますよね。こんな感じで、まあこれシリコンブラシ、何でもいいです。お好きなシリコンブラシでやっちゃってください。まあ触覚か口か分かんないけど、これはあっていいですよね。はい。で、あとは、模様、星ですね。描いていきましょう。真ん中。で、あとどうだったかな、こう7つ星だから7つですもんね。
適当でいいですよね。そんなテントウムシの星に詳しい人はそんなにいないでしょう。多分こんな感じ。こんな感じ。はい、これでしっかり硬化させます、で最後、ワイブレストップでちょっとコーティングしますね。なので、やっぱりちょっと、フラットな面にもうテントウムシを描いちゃって、この、これじゃないや、スカルプチュアで最後ぷっくりってなると、なんだろうな、ぷっくりにコーティングされたテントウムシっていう感じなんですけど、今のはぷっくりした上にまたこう色を塗って、模様を描いたのでよりリアルなんです。そうなんです。はい、でこんな感じで、だからこれ横から見てもぷっくりさが分かる、ぷっくりさが分かるというか、まあ、色が塗ってるこの立体感が出るんですけど、フラット面に描いて上からぷっくりだけだったら、このぷっくりはまあクリアなんですよね。はい、で最後クリスタルワイプレストップでコーティングします。しっかり硬化させますね。こんな感じでテントウムシ、ちょっと息が止まります。ちょっと細かい作業になるので、なのでテントウムシの大きさによりますね。もっとちっちゃくすればもっと細かくなりますし、大きくすればもうちょっと描きやすいかもしれないですけど、あんまり大きくしすぎたら今度可愛くないですもんね。なんかちっちゃくて本当にこうテントウムシぐらいのサイズ感が可愛いですよね。あ、でも虫が嫌いな人はちょっとヒーってなるかもしれないです。テントウムシでもヒーってなる人はちょっとこの後は嫌いかもしれないですけど、はい、まあ春なんでね、ちょっと指先に、はい、小さい春見つけた的な。はい、こんな感じで結構やっぱりリアルな感じで見えますよね。足消してよかったです。足あったらちょっと気持ち悪かったですもんね。はい、こんな感じでテントウムシちゃんができました。私の手のガサガサ感は無視してください。はい、こんな感じでこうお友達に会ったら、あ、テントウムシついてるよなんて言われるかもしれないですね。ないか。はい、こんな感じでテントウムシ、私なりのテントウムシのアートです。はい、ありがとうございました。